はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト11続けていきたいと思います。今ね、シルビアさん着てるもの違いますよね。前回レシピかなり取ったんですけど、髪もね、こうなってますね。マルティナさんもバニーになってますし、あとまたね、まあ、見た目変化のものはあるかなと思うんですけど、今回ね、外界に行こうと思います。やるじゃないの。前回ソルティコの町に行って水門をね開けてもらうっていう話だったんですけど、こちらね、カンダタとかも倒しましたね。セザール殿じゃ。みんなで礼を言うとしよう。おや、あの方は。はい、ソルティコンの町の水門を開け、大海原へと漕ぎ出した勇者に送られる情報。敵いると思うので、橋の下とかって結構いるんだよ。そろそろあのサマディ装備から違うのになるかな。聖なる祈り。お疲れ様でした、まあ、今回進むだけなんで積極的にね。はい、こういうのね、ちょっと欲しかったんで、多分あるかなと思ったら、連携いっぱいやるともらったりね。もう、なんなのこの霧。何にも見えやしない。シルビア、どうした？わからないわ。急に霧が出てきたの。気味が悪い。全速力で抜けるわよ。おお、光じゃ。霧が晴れるぞ。ここは一体。はい、白の入り江。カズボちゃん、ごめんなさいね。海図を散々調べたけれど、この場所のことはどこにも書かれていないの。こういうわけのわからない場所は早くおさらばしたいけど、船が乗り上げちゃって船を出せないのよ。旦那すまねえでガス。足の力が及ばねえばかりに船が乗り上げちまったでガス。シルビア姉さんと何とかして船を動かしてみせるでですから、ちょっとだけ待ってほしいでです。不思議な場所に迷い込んじまったな。風も吹かないから波一つ立たない海とは、全く何が起こってたんだ。これ確か船の裏に何かあったと思うんですけどね。
全く何にもないとこね。カズボー、こんなところに長い夢をさっさとオーブを探しに行きましょう。不思議なところ、まるで幻のようだわ。私を捕まえようとしないし、珍しい人、機内と一緒ね。驚かせてごめんなさい。私はロミア。機内が来てくれたのかと思ってつい飛び出してしまったの。わあ、びっくり。人魚って本当にいたのね。あと、それはまあ置いといて、機内って一体誰のこと？機内はナギムナー村に住む人間の漁師。私はこの入り江で彼を待っているの。私たち結婚の約束をしたんです。結婚？人間と人魚が？そんな話聞いたことないわ。そうね、私も最初はそんな約束叶いこないと思ってた。私たち人魚には掟があるから。陸に上がった人魚は再び海に戻るとき泡となり消える。私たち人魚は海を離れて生きられない。でもそれを知った機内はね、私のために海底で暮らすと言ってくれたの。海底王国の女王様も許してくださったわ。なんだか夢みたいなお話。素敵ね、ロミア。でも機内が来ないの。一緒に海底王国へ行こうってこの入り江で待ち合わせをしたのに、機内が約束を破るなんて一度もなかった。彼の身に何かあったのかも。そう考えると夜も眠れなくて。あの、失礼を承知でお願いがあります。機内の様子を見てきていただけませんか？私にできることなら何でもします。人魚の住む海底王国か。ロミア、あなたの頼みを聞いてあげるから、何とかして私たちを海底王国に連れて行ってくれない？はい、お安い御用です。あなた方の船を人魚に伝わる秘宝で海に潜れるようにして差し上げます。海底王国に行けば海底に沈んだオーブの手がかりが得られるかもしれないわ。ロミアの頼みを聞いてあげましょう。ありがとうございます。機内の住んでいるナギムナー村は遥か東のおむすび山地の海岸にあります。迷わないようあなたの地図に印をつけておきました。どうか機内を見つけ出してくださいね。荒波のように男らしく、潮風のように爽やかで、海のようにおおらかな漁師が機内です。やだ、私ったら。機内には言わないでくださいね。ノミア姉さんが不思議な力で船を動かせるようにしてくれたでガス。これでいつでも出発できるでガスよ。船で出発するでガスかということで、まあそこまで行かなくちゃないんですけどね。またクエストあると思いますんで。今ね、左側にいるんですけど、これ右下のね、だいぶ先ですよ。
まあ、いろいろ島もありますけど、まあいいでしょう、とりあえずは。これ寄ったらルーラーでいけんだっけ。おお、マーマンダイ、マーマンいましたね、そういえば。すぐ出てくると思いますけど。せやね、なんか見える場所はありますけどね。レベル上がったらちょっとパネルまた開放しようか。マーマンダイス、マリンスライム、渦潮金魚、分回しソフトで覚えたいので。あ、マリンナイスかな、シルビア、シルビアじゃなくて。真空蹴りでしたっけ、それを覚えれば帰れるかね。13、あ、16いんのか、もうちょっとだね。勇者パネルもちょっと上げたいからな。なんかいますね。おい、旅の方、この辺りの海は危険だ。気をつけて進むんだぞ。はい、着きました。井戸があるね。井戸あるけど、キラキラもある。ここがナギムナー村ね。ロミアに聞いた話によると、世界一の真珠が取れるって有名だそうよ。素敵。青い海、白い砂浜、きらめく真珠と屈強な海の男たち、まさに地上の楽園ね。
なんだか活気がないわね。屈強な海の男たちはどこにも見当たらないし。なんか訳ありみたいだな、この村は。まあいい、厄介事はごめんだ。とりあえず機内とやらを探そうぜ。え、機内を探してる？うん、珍しいこともあるもんさ。機内について詳しく知りたかったら、教会にいる機内の母さんに話を聞いてみるといいさ。ただし機内の母さん、夜はとても早く寝てしまうから、話を聞くなら昼間に教会へ行くといいさ。で、この下に宝箱見えるよね。ジャンプで降りれないか。また後で回りますんでね。話して聞かせるのはこの村に伝わる忌まわしい呪いのお話。この世で最も美しく最も恐ろしい生き物の物語じゃ。昔々この村に大変腕のいい漁師がおりました。漁師は村の誰より真珠をたくさん取りました。村長さんは漁師を痛く気に入って、自慢の一人娘と婚約させました。娘は漁師が大好きだったのです。村長さんはこれで一安心。漁師と自慢の娘が村を豊かにしてくれる、そう信じておりました。しかし突然平和な日々は消え去りました。悪魔のような大嵐が漁師を襲い、真珠と共に海に放り出されてしまったのです。漁師は真っ暗な海に沈んでいきます。光る真珠が蛍のように見えました。漁師が死を覚悟したその時です。漁師の前に現れたのは、それはそれは美しい人魚でした。人魚は漁師の耳元でこう言いました。生きたいならば魂をくれ。それから何日が過ぎたでしょう。村人は漁師がもう死んだものと小さなお葬式を出してやりました。その時驚くべきことが起こりました。死んだと思われていた漁師がひょっこり帰ってきたのです。いいなずけは大層喜んで漁師を看病してあげました。しかし漁師はまるで別人のようでした。日がない一日ぼーっと海を眺めて、俺は人魚と結婚するんだと言うばかり。ついには許嫁を捨てて海に出るぞと
暴れるようになる始末。村長さんはカンカンに怒りました。村長さんは漁師を引っ捕らえると二度と海に出られないよう船を燃やしてしまいました。こうして人魚に魂を食われた漁師は暗く寂しい志島ヶ浜に閉じ込められてしまったのです。さあ今日はここまで。続きはまた今度じゃ。に人魚怖え、逃げろ。おや、旅人さんですかい。こんな老いぼれに何かご用ですかな。おばあちゃん、私たち漁師の機内を探しているの。この村にいるって聞いたんだけど。おや、まあ珍しいことじゃ。あんた方はあの子のお友達かい。機内は私の息子だよ。あの子なら今頃西の海ですじゃ。この村を襲った化け物イカ退治に村の男衆と船を出しております。あんた方機内に用があるのなら化け物イカを倒す手伝いをしてくだされ。奴が沈まれば村の男衆も戻るじゃろ。しかし気をつけるのじゃぞ旅人さん。海で最も恐れるべきものは人々を惑わす人魚ですからの。はい、ということでね、途中にいましたよね、あの船の。あそこなんですけど、お、ふふ、次は何して遊ぼうかな。ロトジタ社は楽しいことがいっぱいで目移りしちゃうよ。ああ、勇者様いつからそこに。この合言葉を教えてあげるから今のは市長郎には内緒にして。お、冒険の書合言葉、また行こうか。これもね、ラパンハウスが採用された。その冒険の書の合言葉があれば四つ村にある祭壇の間から冒険の書の世界に行けるはずだよ。そうそう、僕の他にも冒険の書の合言葉を探している仲間がいるはずだから、四つ族を見つけたらまた話しかけてみて。それじゃあ僕はこれで失礼するよ。勇者様これからも頑張ってね。四つ村のこと頼んだよ、ということです。ねソルティコの町にも一個あるね。でもまだ先だね、これはね。